もう分かりますよね、この色。ふりかけ3姉妹プラス3品、どういうこと？マイサイズ、お楽しみ袋、重量感がすごいんですけども、はい、この袋から見ると何が何だかたっぷり分かりませんが、さあモロゾフだかな。カメラオッケー、音オッケー、役者オッケー、よーしさ。どうも皆さんこんにちは、監督ラボの監督です。福袋動画、今回で3本目というわけでですね、こちらにあります1、2、3、すべてこの動画で開封したいと思います。今回紹介しますのは、イオン福袋でございます。福袋を開封して、今年で4年目、初めてイオン福袋を開けてみます。イオン福袋の存在は知っておりました。ただですね、価格が安いのと、動画的にね、あまり面白くないなーって思ってたんですけども、じゃあなぜ、今ここでやるのか、それはですね、この福袋、コスパ、満足度、かなりいいと思います。では早速順番に開けていきたいと思います。ちなみにこちら、先にいただきますが、すべて1000円でございます。どれから上げていきましょう。まずは前菜として、もう分かりますよね、この色。ふりかけでございます。ふりかけ3姉妹プラス3品、どういうこと？裏を見ますとこちら、はい、入っている中身が、はい、あ、なんか特典が入りましたねこれはちょっと、いや、確かに、ふりかけの福袋だけども、これ最後に見せますね。最後に見せます。順番に行きたいと思います。馴染みがあるやつから行きましょうか。馴染みがある、馴染みがないぞ。いや、もういいや、もう順番に行こう。1000円で買える福袋。三島のお楽しみ福袋でございます。まずは、でかいやつから行きましょうね。ゆかり。こちらは梅入り。混ぜご飯の素。大きさ。通常のものよりも大きいです。炊き込み。わかめ、ね、混ぜご飯の素でございます。お茶碗一杯分のご飯に、本品小さじ一杯強を目安に混ぜ込み、柔らかくなるまで蒸らしてからお召し上がりくださいというわけで、あ、なんか、いい感じの、つぶつぶ感じありませんか？続きまして、こちらもちょっと大きいですね。瀬戸風味でございます。こちらは、ふりかけでございます。香ばしいごま、香りの良い海苔、ふわふわの卵粒をブレンド。パスタや温野菜にふりかけたり、溶き卵に混ぜて、卵焼きにしたりすることもできますというわけで、これは間違いないでしょ。続きまして、ちょっとこれ、なんか、名前ですか？名前シリーズなのこれ。香り、はい、こちらもふりかけでございますね。青じそ、その色をそのまま生かした爽やかな香りのふりかけです。ご飯に混ぜ込んで、おむすびにスパゲティには手軽にふりかけで、香り爽やかな和風ハーブ。続きましてカツオ、はい、サクッとふわっと、でこれなんかめちゃくちゃ美味しそうなんですけど、日本の伝統はこんなにも美味しい、かつお節のふりかけでございます。これちょっと楽しみたいな。続きましてひろし狙ってるだろこれ。三島食品創業の地、ひろしってどこ、ひろしなんだよなもう、あ、広島だからひろしか、なるほどね。あ、これは混ぜご飯のもとですね。え、美味しそうなんですけど、これめちゃくちゃ美味しそう。梅子カリカリ梅、いいなこれ。あれ、こちらも同じく混ぜご飯のもとは梅子でございます。大ぶりにカットした梅の酸味とカリカリ食感をお楽しみください。残り3つでございます。続きましてゆかり、赤しそ、あ、これはふりかけ、こちらはふりかけです。かなり細かいですね。パウダーまではいかないにしろ、ふりかけって書いてあるけども、なんか混ぜ込みっぽいですね。あかり、ピリ辛たらこ、わー、これ絶対美味しいだろう。おむすび、チャーハンなどにふりかけて、スパゲッティ、サラダ、ピザ、和え物などにも、マヨネーズに混ぜてディップして、野菜スティックと一緒に、あー、これは間違いないですよ。そして、ラスト、ゆかりでございます。こちらは赤しそふりかけですね。赤しそ 100% 減塩タイプ。塩粒が残らないふりかけ。色、香りとともに優れた品質の赤しそを使用しています。納豆にも合う。いいね。ちょっとやってみよう。はい。というわけで、中は空でございます。あ、最後にではですね、なんでさっき笑ったのかと言いますと、はい。あ、これ、この絆創膏はつけれないでしょう。ゆかり、香り、あかり、梅子、ひろし。いや、もう突っ込んでくださいと言っているようなものでございますよ。ふりかけ、混ぜ込みご飯が、なんとなんと10袋入って、1000円。まあ、約1個100円と考えればいいでしょう。プラス、まあ、おまけで絆創膏となります。ちなみに、この、なぜ監督、この、今更ふりかけ買うのかと言いますと、弁当箱をでかくしたので、ふりかけなんか買いたいな、まあ、この機会にですね、存在を見つけまして、じゃあ、もうこれだな、というわけで、購入させていただきました。全部楽しみだな。賞味期限は、9月29日、9月28日、10月20日、10月13日、8月24日、10月17日、なのかバラバラやないか、もう全部バラバラで分かんないじゃないか。こいつ危ないな。梅子がですね、8月24日一番近いですね。いや、約9ヶ月後ですね。まあ、大丈夫でしょう。一日一日、ちょっと違う味を、弁当生活楽しみたいと思います。はい、カツオいきたいと思います。はい、こちらでございます。あー、染みてていいね、これ。カツオいい味出してる。最高です。
これもいきます。監督は辛い系が好きなので、あ、いい感じですね。うん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 。ジェシー、この三島のお楽しみ袋買ってみてはいかがでしょうか。ふりかけ福袋でございました。はい、では次いきたいと思います。続きまして、こちらマイサイズお楽しみ袋、重量感がすごいんですけども、これも1000円でございます。ちなみに皆さん、マイサイズ何かわかりますでしょうか。監督は全くわかりませんでした。でもですね、これを見るとこういったご飯の素を大塚食品から出されております商品となっております。レンジで簡単調理、マイサイズお楽しみ袋、全部で10食入り、1つ100円です。消費税とかも加えると、まあまあいい感じでお得になるのではないでしょうか。おお、圧巻ですね。こちらいろんな種類がボンと詰め込まれております。こちらでございます。牛肉の旨味が溶け込んだフォンドボワーにスパイスを効かせた上質な味わい、欧風カレー中辛、間違いないだろ。これはここになんか説明が書いていましたので読みます。マイサイズ、美味しく続けられるカロリーコントロール。あー、なるほどなるほど。こういったマイサイズというものと一緒に売ってる万南ご飯というものを合わせると250というで、美味しく続けられるカロリーコントロールを目的として出された商品がこのマイサイズというものです。続きまして、グリーンカレーでございます。ココナッツミルクのここにカフィルライムとスパイスの香り広がるタイ風カレー。作り方がレンジでチン、500ワット1分30秒ですね。お湯でもいきます。お湯の場合は3から5分ですね。はい、続きましてこちらバターチキンカレー、間違いないな。やべえ、腹減ってきたぞ。次、ハヤシ、絶対美味しいね。カレーシリーズラストです。ビーフカレー、いいね。ということで、まず最初の5点に関してはカレーシリーズでございますね。いやー、楽しみだなこれは。続きまして、中華丼、美味しそう。親子丼、間違いないな。カニのあんかけ丼、あー美味しそう美味しそう。ビビンバの素辛口、そしてラスト、チーズリゾットの素。はい、というわけで以上でございます。もうシンプルにね、最初の5個がカレーシリーズ。続きまして、中華丼、親子丼、あんかけ丼、ビビンバの素、チーズリゾット、バラエティに含まれておりまして、合計で10点入っているマイサイズというカロリーコントロールができる、なんていうんだろうな、これかけシリーズ、丼シリーズ、10日分楽しめちゃいます。ありがとうございます。まあ1個100円と考えると多分安いと思います。賞味期限は2023年9月ですね。余裕ですね。はい、おお、ご飯が炊けた。よし、食べるぞ。バターチキンカレーですね。今レンチンしてきたので入れていきたいと思います。普通にいけますね。おお、こんな感じでございます。おお、濃厚なバター、鶏肉も入ってていいですね。2袋目はこちら、マイサイズのお楽しみ袋でした。さっとね、レンチンかお湯でできますので、一人暮らしの方、大家族の方にもおすすめなマイサイズお楽しみ袋、カロリー計算ができますので、興味がある方はぜひ購入してみてはいかがでしょうか。ではラスト、はい、この袋から見ると何が何だかさっぱりわかりませんが、まあ今年うさぎ年ですね。このような形となっております。さあ、モロゾフだっけな、監督、モロゾフって何やっていうぐらい知らないんですけども、1000円で美味しそうなチョコレートがお得に食べれるというわけで購入していただきました。おーおーおー、結構いろいろ入ってますね。はい、まずはこちらでございます。チョコレート、ラウンドプレーミルクチョコレート、セミスイートチョコレート、これ結構入ってるな。これ何個入り、それで 70g で大体10個ぐらい入ってますね。おーおー、いいじゃんいいじゃん、うまそうじゃん、めちゃくちゃうまそう。このような感じでオープン、はい、はい、いただきます。濃厚です。一品もですね、美味しそうだなこれ。焼き菓子、ファヤージュ、アーモンド&ミルクチョコレートとヘーゼルナッツチョコミルクチョコレートというものがそれぞれ入っております。これも開けようか。この中に2つ入っております。今回はこちらをいただきたいと思います。緑が3つで茶色が2つ、ファヤージュというですね、商品名でございます。美味しそう。あ、2枚と見せかけ実はこれ1枚にくっついてます。絶対美味しいよ。コーヒー飲みたい。うまっ。チョコレートと上にナッツが入っておりまして、クッキー、チョコ、クッキーと3層にわたっているので噛み心地もいいです。
これが買いです。次行きましょう。残り2点です。これはなんだ。焼き菓子アルカディアカシューナッツ。なんか謎ですね。どっち開けようかな。インド産、アメリカ産。インド産でしょう。お、袋を開けてもまた袋。初めて見たとこの。おお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 、こんな感じでちょっといっぱい入っております。1個出しますね。はい、クッキーの中にナッツが埋め込まれているというですね、カシューナッツ。絶対うまいじゃんこれ。バター風味がいいですね。うまっ。これ結構高いよ絶対これ。3、400円はするね。うめえもん。うまっ。これはね、太るね。なんか困んねえ。うまっ。はい、これで1000円でございます。いいですね。1月1日から始まりしてます、このイオンの福袋。改めまして、まずはこちら、三島のふりかけ福袋、マイサイズお楽しみ袋、そして最後モロゾフの福袋でございます。監督は今回ですね、イオンに行きまして、こちらの3点をお買い上げしました。いや、これは大満足でございます。1つの福袋がだいたい1000円が多いですね。まあ、今回は食べ物に集中したんですけども、洗剤とヘアコンディショナーとか化粧水とか、なんかいろんなものがたくさんありました。福袋コーナーというものがボンと置いておりまして、ブワーッと置いてますので、興味がある方は見てみてはいかがでしょうか。1日から販売しております。このチャンネルではです、自分がね、これはいいなっていう、これはもうぜひ見ている視聴者に伝えたいという気持ちがあるものだけを厳選して紹介してますので、もし興味がありましたら、チャンネル登録を押して、いいねを押して、コメントもしてくれれば嬉しいです。監督ドラマの監督と言います。ではよろしくお願いします。また次の動画で会いましょう。このコース本本本彼本子、広島、知ったこと、知ったことだね。マイサイズ、牛肉の旨味を取り込む、牛肉の旨味。